皆さんこんにちは。どうだろう、術後、今10月の9日なんで2ヶ月経ちますけど、2ヶ月も経ってないか、2ヶ月経ってないぐらい、5週ぐらいですね。まあ、痛みがだいぶ減って、まあ、仰向けに寝れるか寝れないか、ベッドの角度をやっぱまだ上げてないと寝れないっていう、まあ、そんな状況ですよ。まあ、この間の動画でも説明したんですけど、ここのは横隆起っていうところがいろんな筋肉とか、まあ、靭帯とかそういったものがつながっていて、腕を動かす要素がたくさんあるところが集まっているところなんで、まあ、完治全治6ヶ月っていうふうに普通だと言われているので、長引いてはないんですけど順調に来てるっていう感じです。で、10月の20日まだ痛みが治まってないから分かんないですけど、まあ、一応ここにその右後突起っていうところの骨を、まあ、取れちゃったやつを、まあ、スクリューで止めてる、スクリューを抜いて、まあ、可動域が今後どうなるかっていう感じなんですね。で、今はもう動かないっつっておかしいですけど、まああんまり変わりないですよね。もうだいぶ動くようになったんですけど、まあ、これがどうだろう、前ならいまして、あ、まあ、結構いくようになりましたね。まあ、これぐらい、まあ、90度とまではいかないですけど、まあ、普通右をこういうふうに上げれるんですけど、左がもうちょっとこれが限界ですね。だいぶ前よりは上げれるようになってるんですけど、まあ、後ろもこういう感じですね。まあこれが限界ですね。まあ、なので動きがだいぶ、まあ、出てきてはいるんですけど、そのスクリューを抜くことによって、まあ、動きがもっと出るんじゃないかっていうことを言われてまして、まあ、要はそのスクリューが動きの妨げ、可動域を作るための妨げになっているっていうドクターの見解もあって、まあ、抜いてからのリハビリをもうちょっとちゃんとやっていけば戻っていくんじゃないかなっていうところです。まあそんなこんななんですけど、その患部外、ここまあ後ろプレート入って、まあ、鎖骨骨折して横突起骨折してるんですけど、まあ、足とかは全然めちゃくちゃ元気なんで、ということでちょっとドクターにお願いして、チャリンコ家から持ってきました。これ別に病院で飲み回すわけじゃなくて、ちゃんとまあ、二甲製作所さんっていうすごいいい自転車屋さんがあるんですけど、そこで僕いつもお世話になってるんですけど、二甲製作所さんからこちら、これ見えますかね、ですよ、スマートトレーナー、エリートのドライボー2、こういう感じのトレーナーを使ってトレーニングしていきたいと思います。はい、ということで、まあ、ちょっとまずはちょっとはめてみようと思います。
手なんでね、これがちょっとやりにくいんですよね。まあでもできなくはないんで。こちらでガンガントレーニングをしていきたいと思います。エリートドライボー2、病院に入れちゃいましたっていう動画です。はい、まあ、ちなみにこれはローラー台とか病院に持ち込んで入院してるのは前代未聞だそうです。